皆さんおはようございます。斉良平です。今日が1月9日日曜日ですね。まずは質問でですね、神棚や仏壇の奥向きは気にした方が良いでしょうか、宗派によって違うなどいまいちよくわからないのでよろしくお願いしますっていうのが入ってたんですけども、この質問を見るとね、フラッシュバックでめちゃくちゃうちの師匠に説教されたのを思い出しますね。まずは質問に関しては、基本神棚仏壇っていうのは神棚は高い位置です。基本ね、仏壇よりも必ず下に来るので、これが基本です。神棚仏壇、上下っていうことですね。で、神棚や仏壇を置くのに基本的に適してる場所っていうのはね、どこに置いてるから、というか、基本は、北に据えて南に向けるとか、西に据えて東に向けるとかって言ったりする話もあったりするんですけども、何を言ってるかっていうと、明るい部屋、日差しが入る部屋がいいし、朝日が入ってくる場所とか、西日が入るからいいとか悪いとかってわけじゃないんだけども、朝日がいいとか、南側の光、一日を通して明るい部屋がいいですよっていうことを言われることが多いのも一つだし、家族がね、みんなでワイワイしてる場所の部屋からなるべく近いところがいいよっていうところもあったりする考えもあれば、いや、ご先祖様は静かなところを好むから静かな場所がいいとかって言ったりもするんですけども、これもね、この質問者の通り宗派とかっていう考え方によっては様々です。ただ置き方が良くないからダメだっていうことは基本的にはありません。僕は基本的には明るい場所に置く、朝日が入る部屋がおすすめですよとは言うものの、この質問に対して僕がうちの先生、ね、から師匠か、うちの師匠からもうど説教されたってのは去年ぐらいだったと思うんすよね。なんかこう、仏壇の置き方、そっか、何がきっかけだったんだろう。なんかですね、何かこうそれこそこうね、どっかの動画で上げたと思うんですけども、私が過去に何回結婚して何人子供がいて、なんか私は一体いくつでしょうかみたいな質問をしてきた人がいて、何を くだらねえこと聞いてんだとか思いながら言ってて、そんなんだったらもうこんなの占いでも何でもないんでって話をしてて、なその人がそれで先祖供養の話をしたのかな。で、最初の質問でなんかちょっとげんなりしてたんで、もうとりあえずもうこうやってやってこうやってやるのがいいんだよ、こうだよこうだよって言って、その人も帰ってっていうことがあったんですけども、その後にしこたまし怒られたんですよね。なんかその仏壇の置き方がどうだとかね、家の東南に飾れとか南側に置けとか北東はダメとか、なんかかんかとか、あとは向きがどうだとか、どういうものをお供え物するとかっていう問題じゃねえだろって言われて、おめえは先祖供養の中でまずしきたりとかやり方とかっていう以前の問題で最初にこけてるっていう話をめっちゃくちゃされて、これ多分なんか100日動画のどっかでも言ったかもしれないんですけどね、供養ってなんだって聞かれて、先祖供養するために仏壇だったりとかお墓だったりとかね、神様を祀ったり神棚を祀ったりっていうのがもう様々な祭り事がある中で、一つ先祖供養って考えていった時、神様の、に対してもそれなんだけども、供養っていう字は人弁と、そして共っていう、共にっていう字と、そして養うっていう字でやっていくんだけども、あれ人弁なくても供養って読めるんだぞと。なんで昔の人たちがあそこに人弁をつけてあえて供養って呼んだかっていうのは、人と共に養い、そして成長していくっていうのがその供養の考え方だっていうのが、なんだろうと思ったら、つまり何かっていうとですね、仏壇の置き方もちろんある程度あります。ただそれよりももっと重要なことは、亡くなった人たちの思いを抱いてお前は今も生きて成長してるかを問われてるのが供養だって言われたんですよね。そのことの重要性を解かずして、置き方がどうだからこれだから大丈夫だとか、線香あげてりゃいいよとかいう、そういう問題じゃねえっていうことをコンコンと言われて、マジやみそうなぐらい怒られましたね本当にそうだなと思います。ただやっぱり師匠、うちの師匠が言ってたのはね、もちろん亡くなった先祖の思いを僕がそれを抱いて共に、そして今生きて、そして成長していくことも重要なんだけども、夢半ばにして亡くなってしまった人たち、自分の尊敬する人、先輩後輩、そして仲間、大切な人、もちろんね、僕の年でもやっぱり、亡くなった友達います。で、その友達の思いをお前が一緒に抱いて、その子の叶えたかったこと、その子がきっとやりたかったことであろうって思うことを一緒に抱いて一つにして、自分の夢だったり目標だとした上で一緒に生きていくことが、これ以上の供養なんてないって言われたことがあって、
あ、なんか昔もそういう話をされたことがあったのにちょっと忘れてたなって、ね、やたらとこうね、風水とか気学とかっていうものに入って、その上で、向き方がこうとかこう置かないとダメとかっていう、そういうのは二の次だと。そうじゃないと、この人たちの思いを抱いて生きてることにお前が自覚を持ってるかっていうことで、すごくね、怒られたことがあって、あ、本当だなと思います。なので質問者さんも、仏壇の置き方は今言ったことを参考にして、少しでも明るいのか、まあ、静かな場所でも良ければ、まあ、自分がもし先祖だったら家族の近いところにいたいなって、いや静かな場所がいいなって思うところがあればそこでいいだろうし、で明るい場所って考えるならば明るい場所、ちゃんとしたやり方とかそれ自体の、まあ、方法みたいなものはあっちこっちに書いてありますが、まあ、言った通りいろんなやり方があったりするので、ご自身が納得のいく置き方が一番いいと思いますっていうことと、まあ、供養っていうもの自体はこの亡くなった人たちの思いを一緒に抱いて僕たちがちゃんと生きてそして成長してるかっていうことを問われてる問題だよってこと言われて、まあ、そのことをちょっと思い出したことも一つそうですし、12月31日そして1月1日で、まあ、このタイミングで予祝っていうことをすると、叶いやすいっていうことも、皆さんがたくさんコメント欄にね、チャット欄とかに今年の目標とか夢とか叶うっていうことを書いてくれる人がたくさんあって、もちろんこの一つ一つに対して僕が見てその上で祈りをしっかりと、感謝の気持ちを伝えた上でこれが叶うようにっていうことで思いを毎日馳せてますけども、元旦の日にね、一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にありっていうことで、今年の立てた目標ね、まだ1月9日、10日か9日かとかですけども、もう忘れてないかって今自分の中に一回聞いてみてください。そういえば大晦日もしくは1日の日に私そういえばこういう目標夢を、語ったなって、そうであるならば、まあ今からちゃんとその目標夢に向かってちゃんと進んでいこう、そしてその夢とか目標っていうもの自体はあなただけのものではないんです。きっと周りの人があなたのことのそういう成功を望んでる思いかもしれないし、また誰かがそうしたかったけどできなかった夢っていうものを抱いていく1年の始まりの1月っていうのもそうです。なので皆さんの語った夢を忘れないようにしてください。そして一日一日それに向かって進んでってるんだなっていうことを、少しずつでいいんです。虎年焦らないね、その上で虎視眈々と物事を狙っていくっていうタイミングで、一気に成果って考える必要はありません。なのでスタートを切れるようにってことの準備だと考えておいてくださいってことです。なのでね、今日はこの質問一つでちょっとね、いろいろと思い出すこともあって、そうだったなって、供養だったなっていうのもそうだし、まあ元旦にね、自分が語った夢って何だったっけって、その上で皆さんのね、楽しい、いっぱいコメント、チャット欄にね、夢いっぱい書いてくれてますよね。あれ見ながら、あ、叶うといいなと思いながら僕も手を合わさせていただいてますっていうことです。はい、今日はこれぐらいにしておこうかな。ちょっと質問だけで時間を取りましたけど、忘れないでください。去年の終わり、そして今年の初めで皆さんが、目標としたもの、夢語ったことって何だったかってこと、それを叶えるために一日一日を過ごしていきましょうっていうことです。明日は成人式、ね、明日の成人式が終わったらやっとちょっと落ち着くかなっていう感じなので、ラストダッシュ、これが終わったらやっと僕のお正月が来ますかね。ね、はい、はい、ちょっと気を抜かずに気合い入れていきましょう。はい、ではいきます。おっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい。気をつけて。